こんにちは、あきらです。このチャンネルでは40代の元サラリーマンが会社を早期退職し、家族とセミリタイア生活をフィリピンの地方都市で行うとどんな暮らしになるのか、リアルな実情を動画にして定期的に投稿していますので、チャンネル登録や評価、コメントをぜひお願いします。今日はですね、日曜日なんですけど、まあ、前回ですね、街ぶらした時に日曜日は店が閉まっているということにもかかわらず、またですね、日曜日に街中に来てしまいました。どうも会社員生活を辞めた後だと曜日の感覚っていうのがですね、どうも疎くなるというか、本来であればうちは子供がいるので学校があればある程度平日と休日の差というのは分かるとは思いますが、今オンラインクラスで学校に行けないんですね、子供たちが。でしかも今週は学校はなぜだか休みだと、まあ、なぜだかというか例の祝日の絡みですね、先日別の動画でもご紹介しましたが、そういったことで学校にも行ってないもんですから、非常にですね、曜日の感覚がないですという言い訳をしつつ、これから今ちょうどお昼時12時ぐらいなんですけど、ご飯を食べに行こうと思っています。で具体的には今街をですね、実はこれ動画撮影するボタンを押す前にフラフラっとしたんですけど、まあ、結局ですね、ちょっと韓国料理屋さんの方に久しぶりに行ってみようと思って今そちらに向かっているところです。ですね、ソバンっていう、お店で、Google マップを入れてなかったな、ちょっと Google マップを脇に止めてちょっと撮影できるようにします。ちょっと止まります。よいしょ、ちょっとすいません、止まります。よし、これで録画できてるはずです。でこの町のですね、北の方に、韓国料理屋さんがあるので今そちらに向かっています。でこの町自体には5つぐらい私が知る限りでも韓国料理のお店はあります。まあ、それに対して日本料理という意味ではそんなにないですね。ラーメン屋さん1軒と、あとうどん屋さん最近できたのが1軒、あと昔からあるオーナーが日本人の方ではありませんが、日本食レストランと呼ばれるものが1軒、まあ、めぼしいものはそのくらいです。なので、まあ、韓国の人のがですね、人口がフィリピンは多いと、日本人に比べてですね、そんな話も聞いていますので、まあ、中国人の方ほどではないとは思いますが、その分ですね、まあ、人口に見合っただけその国のレストランがあるということなのかもしれません。で今回行く、ソバンというですね、レストランはどちらかというとその韓国料理屋さんがいくつかある中では高級な方になります。だいたいそうですかね、200ペソ約450円ぐらいで売っているものが、まあ、100ペソぐらい、割高ですかね。だから200円ちょっとぐらい割高なイメージのものが多いです。まあ、その分小鉢っていうんですか、それもですね、やってますね。あ、よかったよかった。小鉢なんかも非常にバラエティに富んで美味しいということがあります。よかったよかった。今日そういえば日曜日だからやってない可能性もありましたね。じゃあちょっと、入ってみたいと思います。すごいアウェー感ですね。これでいいかな。はい。Yeah, one. Long time no see.
だいぶ久しぶりなんで、今の人は知ってる方なんで、ちょっと挨拶だけしました。で、入ってきましたけど、メニューがだいぶ見た目が変わってますね。あの、中身が一緒かどうかはこれからちょっと確認していきます。で、まず飲み物ですね。飲み物が、まあ、コーヒーとか、フラッペ、ティー、ミルクティーっていうんで、なんかあれですね、喫茶店、カフェみたいなこともやっているようです。ビールとかもあるんだとは思います。だいたい値段がですね、キムチチゲとかいろんなのありますけど、プルコギとかだいたい1人分で、まあ、300、400ぐらい、そんな感じですね。あ、こっちの方があれなのか。あ、だいたいそうですね、300ペソ、今日だから500円、600円ぐらいのものが多いです。あ、キンパ、これ海苔巻きですね。キンパなんか昔はよく頼んでたんで、これでもいいかもしれないですね。トッポギ、まあまあいろいろ、あの冷麺なんかもあります。 Yes, I need a kimpa and a if I pay 50 peso I can have the pancake? Yes, sir. So one pancake. Same as before, sir. No cucumber. No cucumber. Thank you for remember. Yes, sir. And one extra pancake. And you have pilsen? Yes, sir. One pilsen. Thank you. あの、私エバって言えないんですけど、キュウリが苦手なもんですから、まあキュウリというかウリ系ですね、全般実は苦手で、ここの人はあの、私どうですか、半年ぐらい前に来たのが最後だったかもしれませんけど、覚えててくれて、あれキュウリ嫌いだっけって、今キューカンバーいらないんだっけっていう、まあ言ってくれて、非常にあの優しい、あの記憶力の良いあの方です。まあ、こういったサービスは正直初めて今受けました。非常にびっくりしてますし、素晴らしいなと、あの感心感動しています。で、お店全体はですね、非常にあの雰囲気がいいというか、小綺麗で、なんていうんですか、虫一匹いないんじゃないかと思えそうなぐらいのお店です。やっぱり、まあ、あのこれだけ内装にお金をかけているということであると、やはり、まあ、その分料理も高くなる、そんなことなのかもしれません。で、実際ですね、まあ、先ほど言った通り、ここは値段が Thank you 高いんですけど、あ、来ましたね。ビールなんかも、まあまあ、これ久しぶりです、ピルセン。今日このあとトライシクルで帰ろうと思ったんですけど、せっかくなんで歩いてちょっと街をこの辺探索してみたいと思います。とね、やっぱり今回この、まあ、ちょっとワイヤレスカメラっつうんですか、ワイヤレスマイクとカメラっていうのを買ったっていうのもあるんですけど、ちょっとマスク外します。No need. I don't want to wasting. はい。サラマ、Thank you. 早速来ましたね。つまみというかサイドディッシュが。
これ多分もっとね、今回頼んだのが値段がちょっと割安な180ペソだったかな、300、400円ぐらいの海苔巻きだったんで、もっとあの300ペソぐらいのものを頼むとあれなんですね、小鉢が多くなる、そんなスタイルだったと思います。ただまあ5個ありますんで、まあ、十分かなと思います。でこれがまずキムチですか、あとあのこれナマスみたいな大根の酢漬けですね、とあとこれが芋ですね、甘い芋、そしてこちらがこれナスっぽいですね、そして最後これが豆ですか、煮豆みたいな感じなんかな、ちょっと食べてみますが、そんな感じです。じゃあちょっとあのせっかくなんでビールも冷たいうちにいただきます。お、食べようと思ったらあのチヂミも来ました。チヂミがねこれあの別オプションというか、確かね50ペソ、100円ちょっと払うとこれがついてくるんですね。結構の大きさもこうやって見ると大きいと思うんですけど、これがあの私は好きで、いつも50ペソ、まあ、100円ちょっとなら全然余裕であのお願いすると、そんな感じの、サイドディッシュつまみになります。じゃあちょっと改めてまたいただきたいと思います。じゃあ早速まずピルセンでいただきます。冷たい冷たい、よく冷えてます。まずキムチですね、いただきます。ピントが合うといいんですけど、このカメラのこれがねポケット2って言ったかな、 DJI ポケット2っていうあのカメラなんですけど、うん、あ、キムチ美味しいですねこれ、あの酸っぱくないです。以前あの先日別の動画で紹介したキムチは酸っぱかったんですね、ちょっと時間が経ってるような感じですけど、これはそんなこともなくて非常にあの旨味もあるような感じで美味しいです。でこれがあのチヂミですかね、こっちではパンケーキっていう言い方をしてますけど、いただきます。うん、日本のお好み焼き、まあ、ちょっとパリパリしたもちもちしたお好み焼き、こんな感じで、このつけだれがですね、ピリ辛で美味しいです。ピリ辛というかかなり辛いですね。ちょっとさっきあの少しお話の途中だったと思いますけど、なんだっけ、何を話したんだかごめんなさい、忘れちゃいました。思い出したらあの続きをお話しします。続いてじゃあ、あ、そうだそうだ、ピントの話だ。これピントがね、これはさっと合うっていうのが売りなんですね。本当に合ってるかどうかちょっとわからないんですけど、これナスです。うん、あ、これ日本のナスの煮浸しみたいな感じで非常に美味しいです。でこれは芋ですね、なんだろうこれは、うん、あ、芋のどうですか、甘辛く煮た感じ、非常に美味しいです。ここはあの値段がねちょっと割高なもんですから、まあ、割高って言ってもその比べる対象が
フィリピン の食堂、一人100ペソぐらいでお腹いっぱい食べられる、まあ、そういうところと比べてしまうと、割高ですよね。なのであまり来れないんですけど、今日は久しぶりに来てよかったです。で、続いてこれが豆なんですけど、なんかこれピーナッツみたいな感じですね。いただきます。うん、あ、これ完全にピーナッツですね。ピーナッツをこの甘辛系の、辛くはない、甘い系のこうねっとりしたようなもので絡めてある、こんな感じです。美味しいです。そして最後、これがナマスみたいな味だったと思います。前回は大根ですね。あ、そう、全くナマスです。この細長く切ってるか、こういうサイコロ状かの差だけですね。こういったものがですね、韓国料理は結構、これ食べ放題、パンケーキ、チヂミは別ですけど、この小鉢の方は食べ放題なんで、非常にお得感はあります。ビールもどんどん進みますね。で、まあ、昔は20代30代の頃は食べ放題って聞くと元を取らなきゃと思ってバン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 注文したりガツガツ食べてましたけど、まあ、やっぱ年を取ったのか40代後半ですね、まあ、いわゆるアラフィフと呼ばれる年になってきたら、そんなにがっついて元を取ろう食べてやろうっていう感覚が、まあ、いいのか悪いのかなくなってきてます。なのでまあゆっくりとですね、適量を美味しくいただくと、まあ、そういった感じでこれからも食べ物はいただこうと思っています。Thank you. ちょうど、のり巻きですねが来ました。前も結構これ安くてですね、私なんかケチなものですから、安くて美味しいものをどうしても探したくなるんですけど、これで200ペソ弱でしたっけ、ちょっとごめんなさい忘れちゃいましたけど、それで、50ペソのこの、パンケーキ、チヂミ、そしてつまみがつく、でビール入れるとまあどうですか、300ペソぐらいで、300ペソ、600円、まあ、700円ぐらいですか。でこれだけ楽しめるっていうのは非常に私はお得かなと思っています。でちょっといただきたいと思います。早速でこれは醤油に、これ何ですかね、わさびですかね。あ、硬いなこれ、ものすごい量の醤油です。さすがにこれは全部無理だな。でこれが海苔巻きですね。厚さはね、ちょっと人によって厚かったり薄かったり、非常に切り方は乱雑です。でもまあそれはそんなことはね、文句言ってもしょうがないんで、うん、あ、うん、美味しいですね。
Thank you so much. ナスとそしてキムチですね、うん、山盛りでいただきました。音聞こえてるか分かりませんけど、のり巻きの中身がですね、生の人参と卵焼き、あとソーセージみたいなもの、あとカニカマみたいなもの、そういったものが入ってます。309ペソ、のり巻きが180で、パンケーキチヂミが50ペソ、ピルセンが79ペソ。ピルセンが高いですね、こんなにするんだ。だいたい60ペソとか65ペソ、140円ぐらいですが、他のお店は79も80ペソ、88に106、170、170、180円、そんなにするんか。これちょっと考えなきゃですね、まあ、のサービスは非常にいいんですけど、やっぱ高いな。 Thank you. Bye bye. ごちそうさまでした。非常に美味しかったですし、まあ高かったっていうのはありますけど、それでも良かったとは思います。たまには来たい店ですね。でちょっとこの辺りをぶらぶらっと歩いてみたいと思います。今日も天気が良くてですね、ものすごく暑いです。このチャンネルでは40代の元サラリーマンが会社を早期退職し、家族とセミリタイア生活をフィリピンの地方都市で行うとどんな暮らしになるのか、リアルな実情を動画にして定期的に投稿していますので、チャンネル登録や評価、コメントをぜひお願いします。また私が40代でセミリタイア生活をするために行った準備や具体的な行動、そして必要だったお金をどのように貯めたのか、興味のある方は概要欄にブログのリンクがありますので、そちらをぜひご覧ください。またセミリタイア生活や海外移住生活、サイドファイヤーするための準備や方法について新しくサブチャンネルで紹介しています。こちらのサブチャンネルについてもぜひチャンネル登録やコメント、評価などをお願いします。サブチャンネルは概要欄にリンクを貼ってあります。またこの画面の右上のアイコンをクリックしてもらうとサブチャンネルを見ることもできます。ありがとうございました。